ファズラー・ラーマン・カーンは、バングラデシュ系アメリカ人の建築技術者。建築構造家であり、超高層建築物の重要な構造システムを開発した。主にイギリスの構造設計コンサルタントであるアラップに所属して活躍。高層建築のための環状設計の父と呼ばれ、また、カナダドルのパイオニアでもあった。彼は1998年まで世界で最も高い。 建物だったシアーズダワーと100階建てのジョン・ハンコックセンターの設計者である。カーンは他の誰よりも20世紀後半の超高層ビル建設のルネッサンスを導いた。彼は現代の超高層ビル建設にとって基本となった革新的な構造システムを開発したことで構造工学のアインシュタイン20世紀最高の建築エンジニアと呼ばれた。高層ビル 都市居住協議会は彼の栄誉を称え、ファーズルール、アールカーンライフタイムアチーブメントメダルを設立した。超高層ビルの建築の他にも様々な建築物を設計しており、その中には、キングアブドゥルアジーズ国際空港ターミナルビル、キットピーク国立天文台のマクマスピアース太陽、望遠鏡、いくつかのスタジアムなども彼の作品である。ありがとうございます。